日本女子プロゴルフ協会、ジュガは4日、来季前半戦の出場権をかけた QT ファイナルステージ、11月28から12月1日、桂木 GCU がリシー、で5位に入った菅風華18、イコール日商学園高イコールが過小申告のスコア動きで失格になったと発表した。菅は最終ラウンドのホールアウト後のインタビューで、11番をボギー、14、 15番を連続バーディーと話していたが、提出したスコアカードには11、14番をパーと記入していた。競技委員会が後日この事実を知り、本人に確認したところ、スコアの誤りが発覚。合計スコアは正しかったが、11番は実際のスコアより少ないスコアで申告していた。告げが失格処分となったことで QT ランキング6位以降の順位は一つずつ繰り上がる。